SRX400 のリアキャリパーですね。はい。ちょっと固着しちゃってましてね。なので、で、中もね、もうひどい状態になってるじゃないですか。なので、部品の、交換ですね。はい。ということで、とりあえずね、これがシール。これだけで3000何本するんですよ。はい。対向ピストンなんで、これホンダとかだとピストン1個ずつ必ずね、ピストン1個ずつっていうような出し方なんですけど、まあ1キャリパー分っていうね、はい、まあ普通はね、1キャリパー分で交換するから、まあ、こうするのが普通なんでしょうけどね、うん、一方でピストンシール、ダストシール、全部別々に全部出るね、そういうメーカーもあるわけです。一応メイドインジャパンになってますね。はい、はい、そして、まあ必要、これね、SIM っていうパッドのところにくっついてる、これですね、これ、はい。で、これ SRX って出ないんですよ、部品、ここ単品で。うん。だから全部管理されてないんですよ、ヤマハってね。はい。そういうメーカーみたいです。で、他の車種だとなぜか設定されてるっていうことで、他の車種のやつを用意してますね。はい。これは何のですかね、何のだろう、なんか忘れました。うちのパーツカタログには手書きで、これ何番って書いてあるんですよ。昔ね、やってた時ね。うん、結局、無理でしょ？ね。あの、うん、で、あとですね、まあ、ブリー作りね、これ。これも結構するんですよね、山田さんのはね。はい、で、とりあえずバラしたら、ここが結構腐食しちゃってますね、中ね。ここが。はい。こっちじゃない。さすがに外せばスムーズですけど、でもすんごい腐食してるね。だからこれちょっと綺麗、もうちょっと磨くぐらいしかできないですよね。うん、で、これ対向ピストン、対向キャリパーですかね、オポーズドピストンっていうんですか、こうね、分割式なんですよ。割れるんですよね。はい、一体成形じゃないのでね。うん、そうすると、まあお分かりかと思うんですが、ブレーキの液がどっから入るんですか、これ。これこうなってるでしょ。で、こうなってるね。うん、ブレーキ液はどっから入るのかな、こっか。こっからマスターシリンダーからのブレーキ入りますね。で、対向ピストンということは、こっちとこっち両方にブレーキのオイル、フルードの通路があるわけですよね。そうすると合わせ目のところには当然のことながら、これ後ろだけ、後ろ側通るんですね。ピストンの後ろ側を通って、すごいですね。ピストンの、ここから入って、こっち通って、こう来て、で、ここに行くんですよ。ね。そうすると合わせ目のところに、こう、ね。もちろん、ゴムのシールが入ってるんです。はい、これ、何を私は言ってるのかというと、ヤマハの場合はね、ヤマハさんの場合は、これね、分解することを想定してないんですよ。なぜかというと、ここの部品が出ないから。このゴムシール出ないんですよ、ヤマハさんはね。部品単体で出ない。ということは、シールの交換は分解しないでね、やる。だから、こういう状態になっちゃった場合、もう分解しなきゃいけないような状態の場合は、もうキャリパーごと交換してくださいって言ってるってことですよね。そういうことだと思うんですよ。出なかったら、だって部品出るでしょ？困っちゃうもんね、これなかった。これ再利用ですか？これ再利用やめた方がいいですよね。そう、ということで、こういう部品をね、一個一個出しているメーカーもあるわけです。だから、そこの部品、メーカーのやつを使うということですね。はい、で、ブレーキ周りはね、流用は絶対ダメですっていう人もいるでしょ。うん、ね、だから現実的に、ね、部品ないんだから、キャリパーごと交換すればいいじゃないですかってね、簡単に言うかもしれないですね。そしたらね、そういう方は、まあ、そういう方なんで、自分でね、好きにしていただければいいわけですね。でも、まあ、現実的に、よく言えばね、この状態だから、ピストン全部、キャリパーごと新品の方がいいですよ。私もそう思います。はい。ただ、このキャリパーにね、うん万円。まだ部品出るのかな、これ。例えばもう出なかった。たらもう諦め、もうその車両も乗らない方がいいってことになるわけですよ。ね。もしくは、でも中古で買ってきても結局キャリパー一緒ですもんね。で、まあ、部品が出たとしても、まあ、おそらく2万数千円は普通にするでしょう。
それを、まあ、どう考えるかですよね。うん、まあ、もちろんこう中の部品だけ買ったって結構しますからね、うん、これだけでもう6000円超えんじゃないですか。そうだってピストンシールだけで3000円すんだもん。でこれシムが900円ぐらいします、片側ね。で両方で300円でしょ。でこれも500いくらする、うん、まあ、それ考えたら。でもパッドはついてこないか、日本のメーカーの場合はパッドは別売りだから、ちゃんとキャリパーだけだからシムとか入ってこないのか、うん、まあ、そのあたりで、ちょっとね、うん、いろいろ考えさせられますよ、うん、で要は、まあ、このヤマハのこのキャリパーがどこのメーカーのでね、うん、住友なのかな、どうなのかな、すごいですこれもね、うん、分かんないですけど、ね、どこのメーカーなんですかね、うん、例えばこれが日清であれば同じピストンね、日清のあれはもうほぼ一緒ですよ、うん、そうだからそれがどこのメーカーだってそれは車両のメーカーであって作ってるところが一緒だっていうね部分であればそれを流用したっておかしくもね、問題ないでしょ、うん、そう問題ね、そんな、まあ、そういうことよりもこのシールの当たるこの表面がねもう荒れちゃってるね、厳しいですよねこういうのね。でとりあえずこっち側は生きてたの、こっち側じゃこうなっててね、でこっちが前ですね、前でこっち側がもう固着なんですよ。でもこの対向ピストンってすごいですね、片側が固着してても片側動いていればブレーキが効くってことですよ、とりあえずはね、うん、本来の性能は発揮してないかもしれないけど、まあ片押しワンピストンの機能はするわけだから、そういうことですよね、うん、そういう意味でね対向ピストンっていうのは、はい、なかなかねえ、でここのところをこういうやつでちょっとこうこすってみるんですよ、こうやってね、そうするとちょっとこうやってやるだけでね、ほらこうなるんですよ、すんごい出るでしょ、うん、そうだからブレーキフルードはこまめに交換しましょうっていう話をねしてるわけです。はい、で結局こうなっちゃうと非常にお金もかかるし、うん、いろんな意味であれですよっていうね、うん、で、まあ、こちらの場合はね、だから中古車で購入されてるから、うん、ね、うん、ただやっぱり古い車両になってくればなるほど一番最初にその時に整備してないと、まあ、大体こんなことになってるっていうのはね、まあ、想像に難しくありませんから、ですから、まあ、何を言ってるのかというと気をつけて買っていただくと、うん、もしくは別にお金かけてね最初に一回直すんだということであればどんなの買ってきても、よほど重大的なところに問題がなければ、はい、うん、ね、まあ、なんとかなるのかなっていうね、うん、感じしますけどね。で、これフロントのキャリパーだったら、あ、でもリアもあれなのかな、ね、フロントだったらほら、車外の使うとかね、じゃあブレンボに変えちゃおうとかね、そっちの方が結局安くついちゃうななんて、そういう場合もあるんですけど、後ろはね、なかなかね、そういうわけにいかないっていうか、純正以外だとね、うん、本当はこうやってこすんのも良くないですよね。だってこれアルミでしょ、鉄でしょ、うん、ね、まあ良くはないけど、でもこの状態はもう初めから良くないから、まあ、ちょっとねこうやってこすっちゃいますけどね、でとこそぎ取ってますけど、うん、そうでこういうのをだから全部ね綺麗にして中も変えて、そうやって売っているお店、うん、そういうお店があるようだったらね、そういうとこでやっぱり購入するのが一番やっぱりいいですよね、うん、結果ね、いい状態で初めから乗れるわけだから、うん、でそこからね常にメンテナンスしていけばいいわけだからお得ですよね、定期的なメンテナンスね、だフロートとかやっぱ交換しなきゃいけない、うん、逆に、いいですよそういう店の方が、うん、多少最初高かったとしても、うん、いい状態でね買ってね乗れるから、これが初めからねそう現状みたいなね、うん、とりあえずエンジンかかりますっていうんだと、
とりあえず走る、トーカ類つきますし、エンジン、フロントフォークはオイルは今のところ持っていませんとかね、まあ、そんな感じで、あ、乗れるじゃないかということでね、買ったはいいけど、で、ほら、これだってほら、開けてなきゃ分かんないっていうか、開けて、うわ、こんなことになっちゃってるっていう感じでしょ。で最初はパッドも交換しなくていいって話だったんで、いやでも、ものないですよっていう話でね、これご自分で多分やられるんじゃないかなと思ったんですけど、ただほら、点検の時に、ね、24ヶ月点検でやる場合は、パッドの交換には、交換は工賃かかんないですからっていう話、どっちでも外すから、あ、じゃあ変えてやってくださいって言われたんで、あれなんですけど、多分ご自分でやろう、もし後からやろうとしたら、ああ、ってことになったんじゃないかと思いますけど、どうだろうな。難しいですよね、これね。なるべくなら。まあね。で、ブレンボはオーバーホールって基本的にしないっていうね。だから、まあ、例えば、ナニティとか標準についてるじゃないですか。シールキット出たんですよ、ナニティは。キャリパーアッシーの交換なんですよね。で、それ理由が、こういう状態に、まあ、じゃないですか、しても、シールの交換では本来の性能にも戻らないと。ブレーキのね。まあ、そんな理由で、アッシーでの交換なんです、みたいなね、話をね。聞いたことありますけど、で、多分シールキットが普通に売ってないね。ブレンボって OEM で普通にシール売ってないですよ。メーカーで、例えば日本のメーカーとかだとありますけど、ホンダ、ヤマハ、スズキで、昔ね、ブレンボついてるのありましたけど、そういうのね、ありますけど、基本的に、BMW はどうかな。BMW は部品で全部ピストンとセットで出たりとかしますかね。で、ブレンボ自体をキャスティングタイプとかなんかいろいろ売ってるじゃないですか。で、あれのシールって売ってないですよね。後ろは売ってんのかな？前はね、OEM で前のシールだけみたいなのってないですよね、確かね。やっぱり。で、ブレンボに送ればね、やってくれるみたいなんですけど、ただやんないですよね、普通ね。単純に考えたら。いや、買い替えちゃった方がいいよ、なりますよね。で、外したやつは売っちゃう。売れるしね。で、キャリパーそんなめちゃくちゃ高くないしね。パッドもついててね、昔は1万円ちょ、1万何千円、6000円とかするらしいよね。今でこそなんか新しくなっちゃって、ちょっと高いですけど、2万いくらしますけど。でも、パッドついてるからね。パッドだけだって4、5000円の価値はありますから、それ考えたらキャリパー安いですよね。しかも外したキャリパーは売れるっていうね。これがブレンボですよね。中古のね、使って、あ、もうこれ交換しようっつって、いらなくなったキャリパーをね、売れるわけだから。これが日本のメーカーのね、日清とかの片押し2ピストンとかのキャリパーでね、高くは売れないもんね。まあ、全く売れないとは言わないけど。正直ですね、この作業の内容に代金が見合わないんですけど、見合わないんだけど、でもまあ、これはね、仕方がない。やってますけど、さすがにほら、これを、いくらね、内容的にすごく大変だから、と言ってね、そんなにはやっぱりいただけないでしょう。これ一回こすってね。で、洗って。で、もう一回こすって。要はこう、出てこないまでね。やっぱこすらないと、取らないと、またね。あなたが乗っているバイクも、こう、もしかしたらこうなってるかもしれないですよ。
まあなかなかね、はい、こういうのもね。あ、それで K1200GT ですね。こちらはですね、はい、今日バスさんにね持ってきましたんで、はい、ですので一応中継、一回中継するみたいです。はい、そこからさらにそっちのデボまで持っていくっていうことらしいの で来週の水曜日にそのどこですか、何松まで行って、そしてそこからさらに、出そうでございます。はい、ですのでそのあたりはねちょっとだからでも来週、まあ月末までにっていうお話だったんですが、それは余裕で、うん、はい、届くかと思いますのでね、もうしばらくお待ちいただければと思います。そしてそうですね、SRX、本当はこれ SRX じゃないやるのね。だって SRX どっちにも車検いけないんだから、もう来週までは。だからこれはまあそんなに急いでやる必要もなかったね。こっちじゃないですね、あの他の、うん、キムコのスクーターの方点検、そちらが先ですかね。はい、ね、これずっとやってるとね、あれですこれで終わっちゃうね。まあ濡れないわけじゃないからね、はい、これでねまた次からはフルードの交換を定期的にねやっていただいて、それで、そうすればねいいんじゃないかと。一回洗いますか。一回洗ってからまたもう一回ね、これをやりましょう。ピストンピンはそんな汚くないんだよ、なぜか知んないけど、なんだろう、うん、まあ錆びてますけどね、先端の方は。よし、ということで、SRX をね、はい、うん、まあ、いい状態にねしてまたね楽しんでいただけるように、これドラムブレーキとかでカムがね固着しちゃってる、固着気味、この間の SR、車検やった、あの24点検やった SR じゃなくて、そう、あれ新潟かな、キャブ車のやつですよね、はい、そうちょっとね、うちのお客さんが出先でね、そう自販機がいっぱいあるところで、それしなんかお知り合いになったみたいで、はい、それでなんかどこどこのバイク屋に、あ、うちは行ってるんですよみたいなね、あれ話になって、それで、あ、ちょ、あ、近所ですねみたいな話で、じゃあもしあれだったら行ってみてくださいよみたいなことを言ってくれたみたいで、それでなんかね、ここのとこね、いろいろ いっぱい持ってるんでね、お持ちでね、でちょっと来ていただけるんですけど、でリアタイヤを交換をした時に、それ結局ね、カバー固着してるじゃないですか、ペダルがなんかも踏んだ状況がなんかこれ重いなと思って、戻りも良くないしね、でもう錆びちゃってましたよね。でカム一回きれいにしてね、グリス塗ってしたらこういい感じです、ね、そしたらなんか気に入られたみたいで、おすごいよく弾くようになったっつってね。で次にね、エストリアですよね、持ってこられたんですけど、エストリアは問題なかったですかね、うん、エストリアは問題なかった、うん、うん、それはいいんですけどね、はい、だからそう変わりますよね。多分これも変わるんじゃないですか。ディスクブレーキだけどね。うん、なんか来ましたね。はい、ということで SRX ちょっとね、また来週車検ですので、それまでいろいろやっていきたいと思います。